社長にご挨拶申し上げます。家紋の名に恥じぬよう誠意を持ってお使いいたします。それでご満足なさるのなら、道中ご無事でしたか？少しは体裁をお気になさったらどうですか、社長。使用された機器や書類はそのままでも構いません。いつでも使えるよう片付けておきます。私の家族のことはすでにご存知だと思いますが、それでも優しく接してくださるのですか？一族の家風が古びているのは事実です。生まれ変わるきっかけがあれば願ったり叶ったりです。一人で過ごすのには慣れております。かしこまりました。察していただけますか、社長。何をすべきか存じております。他の方々のおかげでございます。屈辱には慣れています。手助けいたします。さあ遠慮なさらず。意地悪な一面もお持ちなのですね。いいものですね。ありがとうございます。血の匂いを消すにはあまりにも遠くへ来てしまいました。かしこまりました。社長、私は人の風上にも置けないようなものの子です。いつでも切り捨てられるよう情けを与えないでください。いつ自分の身の程を忘れ傲慢に振る舞うか分かりません。参上いたしました。もちろんでございます。下の者にはそれ相応の扱いをしてくださるだけで十分です。こんなに優しくしてくださると社長が周りから悪く言われてしまいます。